よし。いやー、動画をアップしたんですけど、ちょっとやりたいなと思って。あんまりね、明日ちょっともしかしたら、今ヨネが LINE でちょっとお誘いが来たんで、明日はそう放送できなそうなんで、やるなら今日かなって。そう。アデライン。このメーカーは結構、昔はよく見たけど、最近どうなってんだろう。94、96。三方さん、流氷さん、いらっしゃい。画面出てるのかな？画面が出てるっていうか。コメビュー大丈夫かな？あ、この間のあれっすか。そう。大丈夫だ。録画も大丈夫。これいきなりこの、そういきなりちょっとよくわかんなかったよね。ちょっと待ってこれ、そうだ。棒読み切んなきゃいけないな。ボールみたいなの投げて、わからん。ボールみたいなの投げて、ちょっと待って。え？なんかネタバレですか？まさかの。まさかの、いきなりのネタバレから入った今回、音量マスターミュージックね。ああ、これこうなってるのか。音の設定ね。わかりやすいね、メニューが。前回メニューちょっといじってないから。コントローラーは別にいいか、その他ってなんだ。ああ、オプションメニューがわかりづらい。ああ、はいはいはい。え？ M、A。なんだろう、アグレッシブ攻撃に M と A が、オートとマニュアルかな？ちょっとわかんないね。ん？なんだ今の？ちょっと待った。なんか気になる。あ、メッセージあり、OK。難易度とかはないようなので、このままいきます。この前プレイと書いていたので聞いてしまいました。聞いてしまった？え？ボールみたいなの投げて刑務所から脱出するゲームってなんだ？ちょっと待って。そんなんやってたっけ？あれ、セーブが作れてね。ネタバレしたんかい！違う、誰だ、ネタバレしたやつ。ああ。え？なんで？なんか、どっか動画勢かなんか見てんのかな？もったいないなぁ。ゲームはやんなきゃ、ちゃんと。なんで見ちゃうの？ね。名前関係あるのかな？名前入力って。セーブのあれかな？そのまま言わなければもうネタバレとは気づかなかったかもしれないよ。あれ？なんか俺、なんか間違ってんね。何か一文字間違ってんの。やわららになっちゃってる。はるか彼方の銀河の端にある新しい惑星。その惑星軌道は2つの太陽の間で安定していた。赤道に沿って広大な山岳地帯が広がり、惑星を南北に分けていた。それぞれの半球は一つずつの太陽に照らされていた。北半球にはオレンジの空が広がり、南半球よりも暖かい。極の地帯以外は気候も非常に温暖で、その気候に合った生命体が繁殖していた。惑星に生きる4つの種族は、スフェロ族、ラビバニー族、クエッチ族、グロボ族。ボー君、ファンフロック博士が現れるまでは、みんなが共存し平和に暮らしていたのだ。ファンフロックの台頭によって惑星の民は恐怖に怯えながら暮らすようになった。彼は警察国家を建設し、住民はいつも疑惑の陰に怯えた。ファンフロックは力で住民を統制したのだ。彼の力を裏付けるのは2つのハイテク兵器、クローニングとテレポーテーションだ。彼は自由に各種族のクローンを作り出し、自分の軍隊の一員としていった。
そして至る所に設置したテレポッドで彼らを惑星全土に配備したのだ。あったね。あー、それがあそこにいたやつらか。何年か経ち、人民を守るという名のもとにファンフロック博士は惑星の住民を南半球に集め始めた、はい、抑圧は厳しく、毎日大量の逮捕者が出て、惑星の民は次第に希望を失っていった。それでもわずかに残った勇気を奮い立たせるため、惑星の民は古代より伝説にある女神センデルの名を口にした。するとファンフロック博士はセンデルについて語ることを禁止したのだ。その頃クエッチ族の若者トゥインセンは奇妙な夢を見ていた。ん？あ、夢？あ、あ夢だったんだ。2回見るとやっぱ分かりやすいな。やわららになっちゃったか。伝説みたいのがあると。ドラゴンなんだよなこれ。羽ちっちゃい。今日はちょっと雑談枠じゃないんで、ジャンプバージョンミニファミコンに関してちょっとご遠慮願いたいけど、多分何度も言われるんだろうな。で、なんか、噴火して地球がバーンってなって、それを見たのは夢だったと。捕まった主人公が見た夢ってことでいいのかな？まあ、なんか金色バージョンらしい、バージョンらしいね。金色のミニファミコンが出ると。これ、くねくねしないと話進まないけど、殴らなかったら、乗っていっていいのかな？乗っていったらダメなのかな？さあちょっと、若干棒読みを2個ぐらい出しておこうか。はい。山ちゃん来ないよ。まあ、これはこの前のプレイをちょっと、踏まえてのね。L1 が普通で、あ、来た。R2 が、なんだろう。ほら、トゥインセン、くねくね動いてんじゃない。はい。あ、やべえ、ダメだ。どれだ、これ、これスニーキングだ。あ、やべえ、やべえ、やべえ。あ、これだ。R1。よし。R1 で、丸をしながら、ちょっと待って、丸を押すだけでいいのか。なんかやるとたまになんか出んの。うし。ん？ダメだ、ダメだ。丸押しっぱなしだと。あかん。そう、操作はちょっとね、まあもともとパソゲーなんで。この距離感でバイオハザード操作をしてるっていうのがもうまず難しい。へぇ。スニーキング、なんかこれさ、自分の今行ってるアクションとかを警報を鳴らせ、出してくれればね。脱走中だ。はい。ヒットした。ああ倒した。結構暴力的な。リトルビッグプラネットとは違うんですよね。あれより全然古いゲームですね。多分下手すりゃ10年以上古いと思う。こっちは94年のゲームらしいんだよね。プレステ版は96年らしいけど。これってどうやって使うんだろうね。アグレッシブ。うわ、なんかびっくりした。入れた。けど、プラネットは PS3 ですものね。そうそう。ダメだ、わからん。これ降りられんのかな。降りられるけど大丈夫？んー、まあ、プレステ版は96年らしいんだけど。ここって行けんのかな？ダメだ。あ、いや、人がいる。よし、ちょっと、ぶん殴りに行こう。
よし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 。じゃあこれはね、前回のプレイ踏まえてるんで、危ない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 。あとなんかさ、なんか鉄の像みたいなやつがいたんだけど、あいつがね、あ、ちょっと待って。あいつをどうすればいいかがよくわからん。走るのに関してやっぱりアクションをちゃんと、あ、アグレッシブ。ああ、人いる。警報を鳴らせ。脱走集だ。ここにもいた。はい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 。何しようとしてんのそれ。あ、警棒で殴ろうとしてる。なんか右押していくとどんどん俺が右に曲がっちゃうから角度合わせて回るな。オッケーオッケー。あ、硬いこの人。旅蹴り硬いこの人。やべやべやべ。ハートきた。あやめたんもビリヤマさんもいらっしゃる。ちょっと待って、ちょ通常モードに戻りました。お、出た。体力ってどこでわかるんだろうね。これがもし体力回復なのであれば、説明書を見とくか。これはさすがに取れねえ。アグレッシブジャンプで取ろう。そうだね。これハートって何なんだろう。俺はだって体力ゲージも何もない。うるさいな。ちょっとスタートボタンを、はい。曲流れんのかい。とりあえず、うん。いや、もう、字がちっちゃい。悪磁気さんいらっしゃい。ナノさんもいらっしゃい。丸、ノーマルで丸ボタンを押すといろんな行動を起こすって。何か見つけられるかも。壁の張り紙を読める。なんか、ジャンプできるとこもあると思う。アグレッシブは、ちょっとうるさいな。BGM がうるせえな。アグレッシブ時は上と丸でキック、前とか右と丸で右パンチ、後ろと丸で左パンチ。なんかすごいコンボ的なことかな。いや、今までであんな強かったやつ見たことなかったからさ。相手に気づかれないように取り抜けるときなどひっそりとつま先で行動。丸を押すとしゃがむ。物陰でしゃがむと隠れる効果があります。だって俺が言ってたなんかすげえ強え象みたいな敵は多分そのなんかスニーキングで行くっぽい。ハートはなんだ。ハートはなんか武器持ってんな。いや、魔法が使えるらしいけど、そっか。ハートに関しては何もないです。表記なし。行こう。なんかちょっとネタバレチックなことがいっぱい書いてあったわ。なんかやっぱ夢の中の話みたいに、なんか魔法がある。ドラゴンとかそういうファンタジーの。うわ、なんかこれ上いて、上が見えてんのか。これ上の部屋だこれ。で、前回見つけたいてえな。なんか走ってる。アグレッシブだからか。そう、あっ、あった。丸ボタン早速ID カード発見だって。ホロマップか。インベントリーリストの中から。正確に、あ、本当？対応するボタンを押せば直接使える。え？ホロマップ発見。使用するにはインベントリーリストの中から探すか、対応するボタンを押せば。バタバタしてんだけど。喜びの前。そう、何なのこれ。うわ、なんか左上に出てるけど。何？あ、で、ここでタイルが出ると。あ、本当だ。お金2円、鍵がなくて左下の四角い2つは何だ。謎のフルボイス。ね。ローカライズが丁寧で好感が持てる。とりあえず丸ボタンで何かしら探すのが分かった。昨日はここまで分かんなかった。ロッカーでもここから出てる。で、タップ。あ、ジャンプできるわ。で、ハート取ったら、あ、あれ？やっぱいいよ。そうだね。なんか回復してるようには見えないんだけど。使わなきゃいけないのかな、なんかアイテムを。ホロマップみたいに。バックで取る。このガン、やめてくれ。あともう一個ぐらいあったと思ったけどな。ダメだ。ちょっとじゃあ、服着替えるか。ふふん。あれは、あれでしょ？スネークの人でしょ？どっか、でもハート。
四角ボタン、丸ボタン、スタート、セレクト、セレクト、なんか怪しいぞ。あった、ホロマップ。はい、ホロマップは君が惑星のどこにいるかを表示してくれます。はい、矢印が指し示すのは冒険中君が教えてもらった重要な場所の位置です。セレクトボタンだ。示された場所での任務を達成すると矢印は消えます。うん、ホロマップやべ、どうやって使うんだ。ほんでアイテムの使用は、は三角を押したら使えたかな。あーっていうか、こんなに、え、このゲーム、地球、この星全部ちょっと処理がめっちゃ重いんだけど、ナーシャジベリ助けて。すっごい、俺がいる場、なんか自分の今いる場所をなんか地球儀で見てるんじゃんか、これ。大丈夫かこれ、スケールのデカさ。トゥインセンの ID カード、トゥインセンの ID カード、各当局に対して君の身分を証明してくれるもの。はい、写真の君の笑顔が特に素敵だ、ね、うん、なんだこれ。幸運のクローバーの葉、クローバー、このクローバーの葉を使うと、はい、体力が最大限まで回復します。でハートは、でもなんか幸運のクローバーの葉、余計なこと言うかなこれ。このクローバーの葉を使うと体力が最大限まで回復します。ちょっと BGM の調整をしよう。LR を押しても特にこれ以外のページはないので、こんだけのアイテムが、じゃあハートはそんなに回復じゃないのかもしれないね。音量調整しよう。この BGM うるさいんだけど。この BGM は、この BGM を下げたいんだけど。怖え怖え。音声を上げてよ。うるせえな。BGM さん上がんねえ。あ、OK。とりあえず ID が、昨日よりもちょっと ID カードが増えた。着替えて ID カードを持っていて、あとこっち調べようか。もう一個入ってない部屋。さっきの強敵がいたとこ。ダッシュ。やっぱり BGM あんま下がってる気しねえな。あ、ダメだ、なんもねえ。これ以上のものはない。走ろう。ID カードを持っていると何かできるんだろうけど。この前死んでやめたとこ行こうかじゃ。めっちゃ雰囲気あるわ。2階上がる。ステレオだな。どうなんだろうね、これね。ここが、あの人どこ向いてんだろう。行ってみるか、とりあえず。ID 持ってるし。あ、怒らない。怒らんないぞ。でもこの人。警報を鳴らせ。脱走集だ。この人さ、昨日銃撃ってきたんだよね。危ない、危ない。あ、ゾウみんな来た。いや、警報を鳴らせ。脱走者。話しかけたんですけど、ちょっと凶暴モード、凶暴。やべ、なんかあれ銃ってきたやつは違う、下のやつだ、ほら象みたいな。結局、うぃー殴られた。はい。ID を持っていって、ああまあ上にいるあの鳴らす警報を鳴らす人をまず倒しちゃっていいのかな。やべ、やり直した。くねくねしなきゃ。わかりづらい。来た。これやるとすぐ来る。そうね。こら、トゥインセン、くねくね動いてんじゃない。あの人置いていきたい。危ない。人置いてったらダメなのかな。へへ何してりゃいいんだろうね。お金があるってことは、だこのゲーム結構広大な。警報を鳴らせ、脱走集だ。そうだね、まあ病気はそんなんばっかだったね。やばい、
人によって強さが全然違う。どんどん行くよ。分かったとこはどんどん行くよ。ただ結構やることあるよこれ。うるさいんだよこれ。あのスイッチに、スイッチに近いとこ行かれるとこある。アグレッシブでいこう。で殴ると、よいしょ、よいついパンチ一発。ただもうそ問題はそこにいる人だ。アグレッシブダッシュからの警報を鳴らせ、脱走集だからの、この文字がと遅れねえんだよなかなか。はい、この人はちょっと強い。よしよしよし、強いなやっぱ。あー危ない殴らないで。よしよしよし、今のところまだ減ってないよ、減ってないよ。元に戻って、ここは何もなかったんだっけ。何もね。あ、なんかハート、結局ハート出てくる。走れ。あと壁にぶつかった時のダメージを調べたい。減るそう、人によって全然違う。あぶやぶやぶ、体力全然違う。壁ダメージあるわ、これ。このゲーム。意外と危ねえ。壁はさすがにねえと思ったけど。この椅子、足元の椅子ダメなんだ。よし。ID カードを発見した。はい。喜びの前が。ホロマップを発見した。何をしてんの？使用するには、インベ。はい。ID カードを使用する。気がよ。おうおう。今日は何時間やるかね。まあ、2時間ぐらいはやるかもしれんっていう予想です。積み地結業壁。ああ、ダメージ。いや、慎重に操作するっていうあれなんじゃないのかな、さすがに。そういう緊張感。回復してんのかな、これ。ん？早い。回復はしてる気がする。でも本当になんか波動拳の削りよりも回復してない感じだ。けどまあそんぐらいの感じだね。削りダメージが戻るぐらいで、ハート、小さいハートで。着替えて、アイテム取って、そうだね。とりあえずあとは、この下にいるやつがさ、左にいるやつ。怖えな、あれ。もしかしたらあっちなのかもね。警報のところに、近いやつを殺せば、下から弾撃ってくるやつは出てこないのかな。試すか。バレた？バレた？バレた？バレてない。よし、倒した。まだバレてないぞ、俺。バレてないぞ。さっきの脱走兵だって言った人にはバレてない。脱走臭か。これ何？でもなんかスニーキングで行く場所にも見えねえんだよな、これ。こいつをバレないうちに殺せばいいのか。この人はそんなに強くない。オッケー。あ、鍵。この人は鍵持ってな。ズボンが茶色い人。最初に、二人目に倒す人。いつも。何もないよ。やっぱこの服が大事なんだよ、殴って。職員の服。この社長室みたいなとこ何もない。でもなんかうまく、これでいいのかわかんないけど、とりあえず、型はついたぞ。ひひ、え、ここから出るゲームでもなさそう。あー、だから鍵使っちゃった。出れたよ。F。外だ。中庭感がすごいけど。なんか出た。何これ、クローバー。あ、クローバーだわ。こんばんは。いいのかなこれ。
まあでもセーブ、セーブはセーブ、セーブってどこででもできんのかな。うっかりしてたわ。セーブ、まさかこういうどこでもセーブですかこれ。アクセス中。あ、やわららができてる。そうだね、ポヨーンって出るから。アイテムなんだこれ、どうなってんのこれ。ああ、これこ、なんか車がちょうど来たなー。なんか車がちょうどなんかゴミ収集かなんかに来てる。待つとなんか来るね。それにちょうど乗れよって。その服装でシタデル島の外に出ることは禁止されている。はいはい。なんか俺撃たれそうじゃね。すげえバックしてるけど。服装かい。アグレッシブジャンプをして無理か。服装がどっかにあったのか、まだ出るのが早いのか。痛ぇな。あー、壁ダメージ、壁ダメージが。ジャンプしてもダメこれ。ダメ。スニーキングであいつがよそを向いてる時に出ることは可能だろうか。ゴミ収集来るな、ちょくちょく。だとしても、ここの隙間から行けんのかこれ、こっち。あ、なんか見たな、こっち。見たな、こっち。見たな、こっち。帰れ、帰れってなってるから、じゃ、ここをす、この、なんかわかんないけど、この辺いけてね。あれいけてるんですけど、隙間からいけた。まさかのそういうゲームだったんだこれ。あ、なんかいる、なんかいるよ。ゴミを漁っているなんか住人のような。いや、おう、だっち、どっちの声だこれ。いや、この辺りを見て回ったけど見張りだらけだ。俺はトラックの中に隠れてきたから見つからなかったけど、 お前も逃げるならゴミ捨て場に飛び込み音を立てずに歩くんだぜ。誰にも言うんじゃないぞ。いい声優使ってる。あ、はい。飛び込めってこと、お前も飛び込むのこれ。仲間ができたってことこれ。飛び込め。ちょ、危ない危ない。引かれる引かれる。ここから行けってことかい。あ、ダメだこれ。あ、難しいよ。乗るのむずい。ここにいろってことだ、多分。すごいな、このゲームマジで。本当に、あれだね、なんかアウターワールド感がすごい。いや。あ、喋れる。俺の声か、これ、やーって。この辺りを見て回ったけど。あ、飛ばせる。いや。飛ばせるわ。ら、ありがて。ありがて。で、スニーキングにして丸押すとしゃがむ。オッケー。あ、トラックが来るのを待ってから中に入るよ。ほう。あ、なんかイベントになった。何もしてないのに動いてる。ま、あの、隠れるアクションしたら、隠れるアクションしたら勝手にイベントが進んでくれて遊びやすいです。このなんかポリゴンのおぼつかねえ感じたまんないよ。車が、ゴミ収集車がバックしてくる。お、うわー、ドットが荒くていい。何なんだろうこのゲーム。なんかすごいね。よし、監視の元も抜けたぞ。なんでこんなアップになってんだろうね。すごい、なんか手抜きがない感じがねえ。主人公は普通に なんかまともな人だった。どうしたどうした、ここに捨てられるのかい。意外とすぐだった。ここで、ゴミと一緒に落とされると。あ、全部なんか下に降りちゃった。なんかブーツって怖い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 。ぬ、なんかやばいのがいる。でもなんかな、敵じゃない気がする。行ってみようか。ちょっとセーブする、怖いから。このゲームセーブゲーっぽいぞ、ちょっと。あ、でもそんなに難しいゲームじゃないのかもしれないな。アクション要素的な意味ではそんなに難しいゲームじゃないかもしれない。謎解きの部分がしっかりしてるだけっぽい。
ゾウ。ゾウ、さっきもゾウみたいにいたんだ、白いゾウで弾撃ってくるやつ。いや。ここは長くて怖いんだよね。いや、そこで何してんだい？お？君、そのポスター読めるの知ってた？お？ポスターの前、ノーマルモードにして、アクションコマンドを使えばいいんだよ。メタ的な発言だ。いや。やべ、話しちゃった。バック。ポスターを見ろと。我々をすべての迷信から救ってくださる偉大なるファンフロック博士永遠なれ、うん、まあ博士を褒めたたえるポスターだね。告知ナンバー357の G、 現在町には新しいオート監視装置が設置され運用されている、うん、監視装置が接近しているときは監視された市民は動いてはならない。え357G、 え動いちゃいけないだけなのかい。動かないっていうのはこの立った状態でいいのかな。そう、アクションによってこの状態で丸を押せばしゃがんで隠れる。なんか車来た、危ない。で、あの殴るアクションの時は丸を押すと殴るっていう。そっか、本当はマウスでコチコチやっていくゲーなのかな。クリックゲーみたいな。あ、入れる。何これ。ええ、これなんだ、建物か。ゾウはなんでうろうろしてんだろうね。なんかいる。いや、いや、おう。この引き出しからくりがあるんだかなんだか全然開かないんだ。助けてくれよ。助けて。中にあるもんを開けてやるからさ。開けるにはただ引き出しの前まで行ってノーマルモードにしてアクションコマンドを使えばいいんだけど、なんか同じ要領でやればいろんなところをかき回すことができるんだ。あのさ、戸棚とかゴミ箱の中とかね。あのチュートリアル遅くね。あそこから脱出する前にやんなきゃいけないことがかなりあったと思うんだけど、なんか急にチュートリアル始まったんだけど、ここを開けろってこと。お金が随分手に入ったな。山ちゃん倒しても1円だったのに、なんか一気に、おう、喋っちゃった。いや、はい、あ、ハート出た。まあ、いろんなとこでアクションボタン使ってみろよって。これ今あるんだよ、大丈夫だね。ダメだ。ねえ、なんか急にチュートリアルが始まった感あるんだけど、丁寧な。このアクションボタンがすげえなんかジャンプ違うのかな、なんか。あ、合ってるわ。あとそこか、ベッドの横の。ただこの人が来て邪魔だったの。どっか行ってください。はい。え、なんか開かない。いや、あー、ちょっと開かないって言ってなかった。いや、いいんだよね、もう多分。ハリー、なんか違うかな。アクション、待って、もう一回聞いてみよう。いや、いや、レスポンスが悪いからわかんない。おい、ちょっとしゃ、いや、レスポンス悪い。レスポンス悪すぎる。え？え？あ、終わり？あ、終わりか。どこにそんな。さっきの宝箱でいいんじゃないの？すごい邪魔なんだけど、この人がいるせいで。めっちゃうろうろしてる。ケチだ。ここじゃないみたい。もう終わったみたい。宝箱を調べるということを教えてくれたんだけど、おかしくねえ、チュートリアルの順番。めちゃめちゃ、あんな着替えるとかまでやらされたぜ。鍵取って開けたりとか。急激超人 R。確かに。脳天気になっちゃったヤーガス。なんか、急に木が、テッカテカになって。あ、ダメだこれ。こっち行ったら監視がいる。もう先進むのがいいのかな。なんかランドストーカー感というか。あ、なんかあるね。なんかあるね。なんだあれ。イソギンチャクの黒いやつみたいな。
ちょっと怖いからセーブしようぜ、これ。怖い。このゲーム全部が怖い、なんか。あの、即死トラップめっちゃありそう。そうだね、この衣装ってこの服着たままだとっていう人から。監視ぶっ殺せばもらえるのかな？これ何このキノコ。キノコちゃん、こうお金出たんだけど、なんだこれ。プラレールみたいな木。いや、プラレールっぽいわ。この星をきれいにしよう。はい。っていうポスターが貼ってあると。この窓、あ、ここはただの壁。いや、なんだここ。なんか軍隊の足音。とりあえず、ここは進んだ方がいいのかな。なんかそうやって殴って倒して敵から石を取るっていう要素は今までなかったし。ちょっと進んでみようか。道があるし。いやー、なんか意外と進むな、このゲーム。来た。なんだろうね、これ。穴？ってか。ああ、怖い。なんか、なんつうのあれ。舞台から飛び出てくるやつみたいな。おー。地下だ、地下。LBA、ルピンバーグ下水工事、リトルバション通り。おう。奈落っつうのかな。エレベーターとか舞台の真ん中にある装置、舞台装置。奈落か、怖いの。俺の真似をしてクローバーの葉っぱと箱を集めてくるんだ。おクローバーは一つずつ一つの箱に入れる。おクローバーを使うと君のパワーは完全に回復する。はい、君のピンチを救ってくれる心強い味方なんだ。なんか仕事かと思ったら、そういうわけでもないのか。クローバーを集める。え、どこ行った、どこ行った。すっすっ、音よくできてんな。そうね、わかる。奈落を使ったトリックみたいな。舞台をなんだ、舞台が出てくる。なんか殺人系は絶対使う。おい、なんだキャットウォーク、なんか取ったね。アイテムはセレクトか。なんか今、ないんだけど。これどこに行ってんのアイテム。ボーンじゃない、あれが箱なのかな。フルフルハートになった。なんか音が怖い。この箱を取って、落ちる落ちる。危ねえ。ああ、こっちに右にも箱がある。箱なのか、あれクローバーなのかな。あれ怖いよこれ。行けない、これどうやって行ったのこの人。とりあえず降りるか。怖い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 。ジャンプで行ってみる。そういうゲームではない気がするけど。ふわはーい、つま先ちょっと当たったな今。こんなはしごとか登れるんだ。いいねー。なんだこれ。キノコ触ったらハート出るみたいな。違うのかな、なんかこれ。本当はなんか、いや、そんなもんない。あ、なんかお金も出た。樽触ったら、金出た。ここはこれしかないのかな？なんだろう、この場所。隠し回復場所だったのかな？もうちょっと前出たいんだけど。もうちょっと前出たいんだけど、操作性が微妙。アグレッシブジャンプ。届いた。あの人見なくなっちゃったし。ねえ。なんか若干ディストピア感あるね。こっちはいけないし。まさかこれ普通には戻れないね、これ。ああ、戻れない。こういうとこ登れないのかな。ダメだ。ちょっと走る、ちょっとだけ。これ足音か、これ。水の上を歩いてる音なのか。ちょっと斜めってっけど。これも関係あるのかな、なんか。何の音？何の音？右上がちょっと色違う？ああ、フォール。
ああなんだ、なんか読み込みが入ったと思ったら違った。違うみたい。これなんかあるもんね、ここら辺になんか地面が。いやーなんか違うみたい。とりあえず戻ろう。アグレッシブジャンプ。ここも行けないしね。ここが行けないのがよくわかんない。丸押してもダメだ。ノーマルで。で、この奈落に乗る。この、たまに下水が流れてくる。え？あ、オッケー。おー、怖い。奈落が戻った。でもこの服のままだとね、こっち右ないかな。なんか右から聞こえるんだよな、ね、音。ズリズリってって。なんかあるね。モンハンで、モンスターの糞が取れるやつ。ん？と思ったけど、右下になんかいるな。おお、この前遊んだら面白かったからやってるんですよね。何？なんかちょっと若干の喘ぎ声みたいなのが聞こえたけど。ちょっと下に何かいるけど分かんないの怖えな、これ。ちょっと見切れてん。違うんです。リトルビッグアドベンチャーなんです。なんか来たね。あー、この人話できそうな。危ない、なんか足元危ない。ちょっとなんかカバン持ってるサラリーマンみたいな来たよ。いや。このいや。もうほっといてよ。君に話すことなんてないんだから。なんかやだね、この世界観。この人を殺して服を奪うとかじゃ ないことを祈るよ、俺は。このゲームちょっと監修に見つかるな、下手すると。この辺になんかクローバーとか落ちてんじゃないの。なんかたまに喘ぐな。あ、これだ。なんだよこれ。なんか鼻踏むと泣くんだけど。この看板読みてるけどバレるんだけど、あの人に。監視まだいないかな。操作性悪いけど。ルピンバーグへようこそ。下出る塔。ルピンバーグ。喘ぎ声っぽいよね。鼻を踏むとあんあん言うな。なんか来た。え、なんか違う人来た。さっきのゴミ捨て場にいた人っぽい。いや。通行、シェンムーみたいな。おい、あ、こんにちは。え、普通。え、終わり終わり。ついていってみようか。いや、こんにちは。のけちゃった。ついていってみよう。ダメかな、ついていくとかそういう問題じゃない気がする、このゲーム。もういいや、入っちゃおう。あー、監視がいる。監視がいるよ。これはあれか、メタルギアみたいな感じでちょっと監視の行動パターンを考えてうまく進めってこと？いるね。ね、怖いよね、ちょっと。走ってる。この上に乗りたいけど無理だ。曲がうるさいんだけど。曲マジこれさ、設定で直したはずなんだけど。こうか。うるさいな。え？あ、まだ。なんかいるっぽいんだけど。あ、いない。あ、来た。わらわら。この下にいる人は、どうやって動いてんだろう。ただ、あ、左右に行ってるだけか。じゃあダメだ。でも行く場所ないぞ。ここも開かないし。あ、来た。あ、危ない、サラリーマンだ。いや、ほっといてくれ。もうほっといてよ。はい。あの人、これなんかある程度は倒さなきゃダメなのかな。わからない、ちょっと。なんか撃たれてねえか、俺。撃たれてるよ。撃たれてるけど、ダッシュで逃げられるよ、なんか意外と。いて。体力、体力意外と許す限りは逃げられるんだけど。なんか結構物騒な。戦車とか、すげえ体力あんの、こいつ。
なんでそんな音なんだよ、銃の音が。ちょいちょいしてる。なんでこんな平気なのこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ロードできねえ。これでビンタだけじゃ済まないだろ、さすがに。めっちゃ銃撃受けたんだけど。ああ、なんかドンチョウから始まったの。ドンチョウじゃねえ、ポインポインって。やっぱ倒すべきなのかもね、ある程度は。なんかあり得るよ、いきなり撃たれたし。その服装で下出る塔の外に出ることは禁止されている。いきなり撃たれなかった。撃たれるんじゃねえか、一般人撃つなよそれ。あ、撃った。え、危ねえ。でもそっち行ったところでな。やることがないぞ。やれることがもうねえぞ。やっぱりあの上にいるやつを殺せば、こいつを殺せばいける気がする。ダッシュダッシュからの、なんか軍人音が違うんだけど、あ、倒せた。意外と弱いぞ。結構アクションゲームこれ。意外と弱い。なんかピョンってなるからね。水剣みたいなんで。ここ倒すと意外といけるんじゃないの。意外と戦うゲームだった。なんかいるぞ。怖い怖い怖い。これ敵かな。あー、敵だ。なんなの、たまにいるゾウは。なんなのこれ、いてえ。音が、軍人は音が違う。殴るだけで、殴るだけで軍人かどうかが分かる。そしてゾウはめちゃ強い生き物らしい。なんか逃げたぞ。なんで、分かり合えた。分かり合えたわけじゃない。でもなんかこいつは倒せる気がしない。なんでだろう、なんでこんなに。やべやべ、なんで一回急戦なんだこれ。なんか急戦入るんだけど、倒せるな。嘘、やばい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 。俺押し込まれてる、かなり押し込まれてる。なんでこんな無言で戦いが。ちょっと喋ってみようか。いや、話は通じないらしい。なんか喋ったぞ。サラリーマンが喋ったのかな。これはちょっと違うぞ。まあね、すごいな、無慈悲なんだけど。なんなんだよこれ。ノスペラってことだった。いや、意外とバトルモンだった。これどうすりゃいいんだ。話ができる人もいないし、こっち側を撃てということかい。この人がちょっと下に下がったら。あ、まだ動かない。え、なんだこれ。ちょっとアグレッシブ。その服装で。うるさい。あ、本当だ。星が出る場合出なかった。さっきの像は星が出なかった。そういえば服装とか盗めねえ。あ、上から来たサラリーマンだ。この人喋れる普通に。まだ、いや、そう、放流された感いいよね。もうほっといてよ、君に話すことなんてないんだから。こういうゲームが本当たまんないよな。何でもかんでもこう教えてくれるゲームじゃ、やっぱりワクワク感がね、一体俺はどうなってしまうんだっていうのが、こんなんだってどうすりゃいいんだよみたいな絶望が楽しいんだよね。ダメだ、あかね。ここがなんとかならんもんかな。体育座り。あ、これが関係ある。いや、ここが入れないのがちょっと盲点だな。あ、いた。よし、撃たれたけど大丈夫だった。フレームが近すぎて当たんない現象。ここから先がゾウのエリアでしょ。ここになんかねえのかな。ねえ、なんかあのね、追い詰められてる感がすごいよね。どこに行っても味方がいない、このなんかドキドキ感。ああ、下、あ、そっか、下に行けばいいのか。下に行けばゾウには合わない。殴れると思います。規則ナンバー1024の GH、 ファンフロック博士の命令により
これより伝説と呼ばれるものおよびそれに関するもの一切に関する言動を禁止する、うん、希望のない世の中になってることなのか。あ、おお、何何、いやいや、うん、なんか下から来たな、右下。もうほっといてよ。うん、ダメだ。あれは、あれゾウだわ。ゾウはちょっとどう考えてもいきなり殴りかかってきたから。はあ、うわあ、ゾウがいる。このなんかポスター見てるときになんか喋るんだよ、この人。もしかしたら何かがあるのかな。頼む。もうダメだ。もうほっといてよ。ゾウそこにいるな。何の音、何の音。やべ、逃げろ逃げろ。なんかやばい、なんかやばい、なんかやばい、なんかやばい。あ、なんか手、あ、何かが転送されてきたぞ。気持ち悪い。なんだよあれ。この家にはとりあえず入りたいな。もうなんか訳がわかんねえ。ちょっとこれ忍び足で行こうか。でもこれ下の方見えねえからさ。わけわからなさが激しすぎる。開いた開いた開いたよ。建物開いたよ。ここが開くことによってなんか報われた、救われる。おお、なんか図書館違うね、研究所だ。なんかすごいいっぱい何か薬品がある。そして広い。絨毯の音がする。あ、トゥインセン、え、ここで何してんだ。え、昨日逮捕されたって聞いたばっかりだぞ。なんか仲間がいるんだけど、結構すぐ近くにいたんだね。なんか、なんだよお前、押すんかい。おはははは、こいつお前マジか。味方じゃなかった。そして勝てないゾウにやな、しこたま殴られる系がもう殴ることすらできない俺。ダメだこれ、なんだよ、まあ、味方かと思ったじゃんか。ちょ、ロードしよう、ロード。模範的市民、ね、まさに。これは忍び足で行けばいいのかな。びっくりするわこれ。まだ後ろ見てるもんね。あ、バレてない。あ、バレた。トゥインセン、ここで何してんだ。すげえ安心感があったのに。これどうすりゃいいんだ。あ、隠れるのかな。ちょっとやってみよう。忍び足だけじゃなくて、なんかしゃがみ込むっていうあれがある。俺もボコろうと思ったけど、間に合うかなこれ。ボコってみようか。ボコり、せん、ボコる方で。トゥインセン、ここで何してんだ。うるさい、飛ばしたい。あー、ぶつかった。ダメだこいつ、早いぞ。もしかしたらここでセーブしたのが間違いだったのか。いや、ある程度時間があるから、机の陰に、あいつと俺の間にある机の陰にしゃがむ。スニーキングで、スニーキング。あ、バレた。これむずいよ。あ、セーブしちゃダメ、セーブしちゃ、危ねえ、危ねえよー、危ないよ。あー、もう危ない。ロードが早くてよかった、このゲームなんか。でもセーブも早いから危ね。そう、あれ間に合わないから、どうしよっかな、これ。バレた。進まない方がいいかもしれない。そうね、ちょっとだから、スイッチから離れたらダッシュだね。今スイッチにめっちゃ近いんだよ。スイッチ背中にあるから。これちょっと動かない方がいいかもね。むしろ。まずしゃがもう。しゃがむ。バレてない。しゃがんでるとあれだ、存在感が若干消える。でもすごい近くにいるな、スイッチの。こいつはなかなか厄介だぞ。ただ、この感じ、この感じ。しゃがめ。もうちょっといけるね。もうちょっといけるね。ただダッシュもいけるかもしれない。超地味。バレた。トゥインセン、ここで何。結構、あれだわ。結構ランダムだわ。後ろ向いてるの。これでもこれで行くしかないのかな。いや、待てよ。右にしゃがめ、しゃがめ。
危ないね。これ動いてる時に俺が動いてるとダメっぽいね。あ、大丈夫。しゃがめ。右に行った時にダッシュだったら間に合うかな。これマジ稼ぐの大変だぞ。この、待って、しゃがめ、怖い怖い怖い。怖いよー。いつ長く見てる時かわかんないんだけど。だるまさんが転んだじゃないか、簡単に。ダッシュ、しゃがめ。あ、これしゃ、なんか一気にしゃがむことが可能かもしれんぞ。なんか、うまくやると。だるまさんが転んだだな。うん、ほんと。まさか味方かと思ったら、従順な犬だった。とりあえずまずしゃがみます。なんか俺キャンセルがかかる可能性がある。え、どうなってんのこれ。あ、しゃがんだ。この緊張感たまんねえ。やばいよこれ。あー、ダメだー。ここで何してんの。むずいよー。でももうここしかないよ、やれることが。こいつを倒すとなんか、あの、いつもこのタイプの人は、鍵をくれる人だから。でもダッシュ絶対無理だもんな。しゃがみます。でもやっぱ走ったらダメっぽいから、普通に歩くか。これなんか、ああ、そうね。もうちょっと行けたけど無理だな。ね、鍵くれる系の人物だから。普通に歩いて。そう。さすがにね。ここしかないもんだって今のところ入れるの。あとはもう象がいるし、ここに俺は導かれたんだよな、だから意図的に。ここに入れよって。ちょっと離れる？離れてずっと歩けるってこと？この距離感ってこと？なんかバレてねえぞ。壁際だと大丈夫ってこと？意外、バレた。バレた。あ、セレクトじゃねえや。なんだっけ、スタートか。でもなんかあるか、他に方法。ちょっとでも遠く離れちゃったな。机の上になんかある、まさか。いや、でもこの試行錯誤は楽しいね。ちょっとやってみようか。セーブどうせされてるし。意外といけるんだけど、ここで何間に合うんじゃねえのか、警報される前に。うるさい。あ、押された。模範囚だから早く出られたんだ。うるせえ。めっちゃダッシュしながら言い訳してるけど。そんなバカな、下出ると生きて出られるはずがない。なんかこれすごい走馬灯じゃないけど、なんつうの。あ、ダメだ。殺してみよう。あ、鍵出た。いや、コインしか出ないぞ。これダメだ。こりゃダメだー。こいつと戦っても無理だもんね。でもこいつめっちゃ速いよ。あ、抜けられそう。走れ。お金にしかならんのか。いや、これちょっとわからんから、できるだけのことやりたい。なんか、ここで。これ、相手はハートが出るだけかい。その机の上になんか気になる。もういいや。でも話せるね。話せるから警報、どうする？俺はじゃあ普通のアクションで話せばいいのかな？警報器を押す前に。やーって。ここで。無理。近づいてから話せんだよね。トゥインセン、ここで何してんだ？昨日逮捕されたって聞いたばっかりだぞ。でも押す。ダメだ。んー、でももしかしたら、もうちょっと近づくことができれば話せるかもしれないね。ちょっと待ってね。一旦しゃがむ。そうだよー。ちょっと待ってね。はい。はい。模範囚脱走。もう、これは大変だ。この主人公は逮捕されてもおかしくないですわ。まあ、何があったんだろうね。